よく晴れた天気になりました横浜スタジアムです。セリーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの9回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはベイスターズの先発東が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい。インコース決まってストライク。2球目は何で来るか。インコースボール。ボールになります。さあ、4球目は何か。ストライクです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。高い打球右中間へ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている丸。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。アウトローを見送ってボール。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。入った、ホームラン。先制ホームランです。ジャイアンツ、ベイスターズ初回いきなり先制弾を浴びました。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。打順は3番吉川。ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。切れました。ファールボール。2ストライクです。この低いボールは外れます。スライダー外れます。
三振になります。さあバッターは岡本、通算500本安打まであと1本となったこのバッターボックスです。空振り、改めてお聞きします。バッターの岡本、どういうバッターなんでしょうか。まあ、リストが強くてね、逆方向へも一発が打てるバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ値千金のホームランが出ました。1対0、ジャイアンツ先制です。変わりまして1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の戸郷。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。桑原が打席に入ります。昨日はマルチアンダーを記録しています。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース決まります。ワンストライク。スピードボールを持っています。今のはよく我慢しましたよね。膝元、変化球がわずかに外れています。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。ボールになります。低めの変化球です。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。右中間へ打球伸びる。ライトが取りました。バッターは2番に入っている佐野。昨日のゲームは2本のホームランを放っています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上戸郷、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。ファウルになります。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ勝負してくるのか。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、ツーアウトになりました。打席には3番バッターロメロ。2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。
アウトコース見送っています。見送っています。中への変化球外れました。フルカウントです。次が6球目、外れてフォアボール。ツーアウトから同点のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。最初は変化球できました。一塁牽制、一塁はセーフ。力のあるストレートですよね。はい、高めストレート、空振りでストライク。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。膝元インコース、2ストライク2ボールと追い込んでいます。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああ、そうですか。見極めてフォアボールです。バッターボックスは5番ソト。連続フォアボールでチャンスを広げています。相手が制球を見出していますから、こういう時は狙い目ですよ。さあ、ベイスターズ一打同点のチャンスです。初球空振りです。誘ってきましたね。はい、高めストレート外れてボール。151キロ。低め、これは外れた。ファースト正面、掴んだ。そのまま一塁に入ってスリーアウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム、得点には至りませんでした。1回終わりました。1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。インサイド外れます。アウトコース、アウトコース外れました。次が4球目、外へのボールは入りません。真ん中決まった。3ボール2ストライク。
変化球空振り、ワンアウトです。打席には6番バッター梶谷。2試合当たりが出ていません。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球わずかに外れてボール。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、そうですか。次が3球目。膝元への変化球、ワンボールツーストライクと追い込みました。スライダー外れます。外れましたけど、いいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。引っ張った、外、アウト、2アウト。バッターは7番に入っている北村。2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。真ん中へ入れてきました。切れていきます、ファウル。ワンボールツーストライクです。チェンジアップ外れました。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。2回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃。打順は6番宮崎。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。高め打ちました。このフライは切りました。ファウルボールです。内へ低めの変化球、2ボール2ストライクです。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば同点。入った、ホームラン、同点のソロホームランです。ベイスターズ、卓球高々と舞い上がり、横浜スタジアムのスタンドに消えていきました。同点に追いつきました DeNA ベイスターズ、1対1。いや、簡単なボールじゃなかったですよ。ナイスホームランですね。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。試合は振り出しに戻りました。バッターは7番に入っている柴田。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。
ベイスターズホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。さあ2球目は何か、ボールになります。内へ低めに変化しました。4球目は何で来るか、外の球外れています。引っ張った、これはファーストライナー。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている伊藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトになっています。引っ張った、高いバウンド、岡本、ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の東が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球空振りです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました、わずかに左に切れました。ファールボール、低めはボール。低めは外れました。バットは動きません。よく見ています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました、これはサードライナー。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。2回終了1対1、ベイスターズ同点に追いつきました。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしてますけど、そんなにボールが悪いように見えませんからね。コントロールをしっかり意識して投げてもらいたいですよね。はい、これ以上の失点はしないよう注意してほしいと思いますね。ボールになります。3球目は何で来るか、外低めのボール、ワンボールツーストライク。これが4球目、インコースボール。インサイド落ちました、これは切れました。ファールボール、見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。
初球打ち、わずかに右に切れました。ファールボール。インコース変化球、決まりません。内へ低めに変化しました。低めの球、ツーボールツーストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。この高めは外れます。ボール先行です。高めに決まりました。空振りになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。外に逃げていくボール、よく見ています。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。インサイド、弾き返した打球はレフトへ。佐野が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。1対1同点です。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。いや本当ですね、両チーム、いい攻撃、いい守りしてますね。確かにその通りですね。初球ボール、次が2球目。インコース決まった。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し。そのままスタンドに入りました。勝ち越しのホームランです。ベイスターズ、これがチーム2本目のホームラン。ベイスターズ勝ち越し、2対1になりました。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね、ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。序盤リードしましたが、試合を確定づけるためには追加点を取っておきたい状況です。2番バッター佐野、ベイスターズホームランで勝ち越しています。初球打ち、切りました。ファールボールです。落ちる球、見逃してストライクです。ノーボールツーストライクです。ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。高めはボール、5球目は何で来るか。低めの際どいところですが外れています。フルカウントです。
6球目は何で来るか。打ちました、流しました、打球はレフトへ、レフトが取りました、ワンアウトです。3番バッターロメロ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。初球空振りです。低めに外れてボール。改めてお聞きしますが、バッターボックスのロメロ、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。あ、なるほど。バットに当たりません、三振、ツーアウトになりました。さあ、バッターはオースティン。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ストライク。ストレート外れました。打ちました。ファウルになります。ライト方向を流しました。打球はライトへ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。3回終了2対1。ベイスターズが1点リードとなりました。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球打ち、レフトへ打球伸びる。バッターボックスは3番吉川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、センターに抜ける。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。バッターも積極的に打ってきます。ここは初球を狙われた形になりました。打席には4番バッター岡本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。はい、見送っています。ボール、見逃して三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。これはバットが泳ぎます。
これが3球目。インサイド落ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。ベイスターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。さあベイスターズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。まあここで一発が出ると逆転ですからね。それだけは避けないといけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の東、どういったピッチングを見せるのか。ここは長打を警戒しないといけませんよね。そうですね。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。アウトコースはこれは外れた。バッテリー後がなくなってきました。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。これが5球目。うちのボール打っていった。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、ベイスターズが1点差を守っています。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターボックス外、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。ベイスターズ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。ボールになります。見送っています。打ちました。ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました。ファールボール、これは低いところに持ってきました。3ボール2ストライク。これが6球目。ライト方向を流しました。1・2塁間を破る。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。打席には6番バッター宮崎。先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思う。打ちました。この打球はファウルグラウンドへ。ファウルになります。打ちました。ウィーラー、セカンドホースアウト。一塁送球アウト、ダブルプレー。7番バッター柴田、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。大きく変化します。得意のボールでストライクを取りました。変化球入りません。打ちました。
取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。4回終了2対1、ベイスターズが1点をリードしています。5回の表、里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか？まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい、丁寧なピッチングに期待しましょう。2球目は何で来るか。外は入っています。打ちました。柴田アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは8番大城。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが東、そしてジャイアンツが戸郷、この2人の投げ合いとなっています。外へのカーブ外れました。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。高めのボール、ライン際へ打ち上げています。取ってツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の戸郷がバッターボックスに入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。変化球タイミング合いません。アウトロー外れます。アウトロー見送ってボール。インサイド打ち上げました。ここは打ち上げています。ロメロが掴んで3アウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ベイスターズが1点をリードしています。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ緊張感のあるね、いい試合ですね。ピッチャー両投手とも頑張ってますよ。そうですよね。ファウルになります。釣り玉でしたけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。さあ3球目は何か。いいところに決めましたね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。ワンボールツーストライクです。これもファウル。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスには代打の牧。まずはワンアウトを取っています。アウトコース空振りです。
これが2球目。アウトコース外れます。次が3球目、ボールになります。低めはボール。さあ5球目は何か。外の低めです。3ボール2ストライクです。変化球空振り、2アウトになっています。打順はトップに帰って桑原、先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思う。初球打ち、ここはフライになっています。ウィーラーが掴んで3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。5回終わって2対1、1点リードはベイスターズです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは初回ワンアウトランナーなしから2番丸、追い込まれてからの一発、ベイスターズ一振りで先制点を奪われます。裏の攻撃、チャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。2回の裏、この回の先頭バッター宮崎、甘い球を見逃しませんでした。ベイスターズ一振りで同点とします。3回の裏、この回の先頭バッター桑原、3球目しっかりと捉えました。ベイスターズこの一発で勝ち越します。4回の表、ランナー1塁2塁のピンチだったんですが、ここは打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。これから6回、ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから6回、ジャイアンツは代打を送ります。バッターは中島。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。さあ初球は何か。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。アウトロー空振り、154キロ。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。次が4球目、インコース外れてボール。次が5球目、低め外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。2番バッター丸、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。
さあ2球目は何か。インハイ際どいコース、内への変化球は決まりません。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る、アウト、ツーアウト。バッターボックス吉川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。次が2球目、高め外れました。ボール先行です。ここはバッターの裏をかきたいですね。なるほど、さあどう来るか。外れました、ボールです。インコース決まりました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。三振です。3アウト、チェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ベイスターズが1点をリードしています。ジャイアンツ6回の裏、ジャイアンツに選手の交代がありました。ただいまの回代打いたしました、中島。そのまま6回の裏、ベイスターズの攻撃、バッターボックスは2番佐野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ベイスターズ1点リードで迎える6回の攻撃です。低めの変化球は外れました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。佐野ヒットが出ました。ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。そうですよね。まあそして彼の場合ね、うまく引っ張ってスタンドまで運ぶ力持ってますから、ここは一発も期待できますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。2球目は何で来るか。変化球を狙ってたんでしょうかね。3球目は何で来るか。抜群のところに決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。4球目は何で来るか。外、高い打球になった。抑えてワンアウト。
ワンアウトランナー二塁と変わっています。繋がらなかったですね、ただ次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ、その期待に応えてほしいオースティンが打席に入っています。インコース高めの変化球、これは手が出ません。すぐに追い込みました。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球、センター前ヒット、オースティンヒットが出ます。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。ジャイアンツベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、戸郷ここで降板です。さあそして打席には外が入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。そうですね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドで右に切れます。外を低め決まってストライク、外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。5球目は何で来るか、あっと入らない、フルカウントになります。手が出ません、三振。最後はインコースの際どい球に見逃し三振です。ランナー三塁一塁はそのままです。スリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終わって2対1、ベイスターズが1点をリードしています。初球は何で来るか、初球ボール、ファウルになります。外外れてボール、打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターは5番ウィーラー、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。エスコバー、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中に決めてきました。ここは150キロを超えてきます。内へのボール外れました。インサイド落ちました。フェアかファールか。わずかに右に切れました。ファールボール。高め見送っています。フルカウントです。打ちました、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打順は6番梶谷、
先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。低めに外れてボール、ボール先行です。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。このカウントでは打ってこないと思いますけど、できれば変化球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。引っ張った、ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2-1、ベイスターズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。ファウルになります。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。試合は大詰め、この追加点は存在感があります。8番バッター伊藤、ベイスターズホームランで追加点を挙げています。初球ボール、スピードボールを持っています。切れていきます、ファウル、ボールになります。外れてボール、これはバットが泳ぎます。スリーボールツーストライク。さあ6球目は何か。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の神里、ワンアウトランナーありません。ファウルになります。緩いボールを持ってきました。低めの変化球は決まりません。
アウトコース打ちました。吉川が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター桑原、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。初球ボール、2球目打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズソロホームランで追加点を挙げています。7回終わって3対1、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号14石田がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。初球ボール、膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。これが3球目。切れていきます。ファウル。失投気味でしたがバッター見送ります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。緩いボールできました。3ボール2ストライクです。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。打ちました。これはどうか。破りました。センター前、北村。これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。ショート取った。アウト。スタンドのファンも沸いています。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。バッターボックスには代打の広岡。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何から入ってくるか。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。外のボール。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。弾き返した打球はレフトへ。最後はレフトフライ。
間で3アウトです。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。3対1、 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号18菅野がマウンド上に上がっています。さあマウンドを任されたのは菅野。今シーズン3試合目の登板です。前の登板では勝利投手になっています。アウトコース見送っています。見送っています。アウトコース外れます。これが5球目。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。岡本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには代打の関根。ワンアウトランナーなしです。さあまず1球目。アウトコースボール。スピードボールを持っています。外へのボールは入りません。ボール先行です。膝元への変化球。切れていきます。ファウル。打った。これはセンターに抜けました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあこの足ですからね、簡単には止められないでしょうね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。やはりタッチもセーフ。切りました。ファウルボール。ノーボールツーストライクです。あーよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。これが4球目。うちのボール打った。これは面白い当たり。セカンドランナータッチアップ。ツーアウトランナー三塁と変わります。しっかりランナーを進めましたね。まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、非常に期待が持てると思いますね。このチャンスに期待がかかる外がバッターボックスです。
これが2球目。アウトコース、これは見送ってボールです。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと点を取ってきました。バッターボックスには6番宮崎。ベイスターズこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。バッターボックスの宮崎、今シーズン得点圏での打率は2割ちょうどとなっています。まあポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力抜いて力まずにいってほしいですね。はい、期待しましょう。見ました、ボールです。ボールが3つになります。さあ4球目は何か。緩いボール決まっています、膝元。これは手が出ないか。さあフルカウントまで来ました。次が6球目。ライト線、これは大きいぞ。深いところフェアになった。二塁ランナー三塁に回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。5対1、リードを4点に広げました。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。この展開でこの点差、勝利の二文字が見えてきました。バッターボックスは7番柴田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。流しました、これは三遊間抜ける。今日もマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。まずは変化球から入りました。さあ2球目は何か。これは足元への変化球、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルになります。低め、いいところに持ってきましたが外れます。見逃し、このチャンスで手が出ませんでした。三振です。スリーアウト、チェンジ。これから9回ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号13、伊勢がマウンド上に上がっています。最後の締めを任されました。これから9回ジャイアンツ、代打が告げられました。重信が打席に入ります。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、なんとか出てほしいですね。そうですね、この起用に応えたい。
これが1球目。初球ボール、外に決まりました。この球は外れています。次が4球目、真ん中へ、ツーボールツーストライクです。さあ仕留められるか。三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックス丸、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなし。初球変化球は空振りです。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、そうですか。低めの球ストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球わずかに外れました。平行カウント、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。初球はボールになりました。あー、いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。まっすぐですね。はい、ストレート空振りでストライク。ここは150キロを超えてきます。牽制セーフ、絶好球見逃しました。ツーボールツーストライクです。これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。空振り三振、ツーアウトになりました。打順は4番岡本、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁です。ここは高めに浮かないようにしっかりコントロールしないといけませんね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。ちょっとカウント苦しくなっています。これで3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。また高かったですね。空振りで助かりましたよね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。
一塁牽制、一塁はセーフ。さあ5球目は何か。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。もう1球牽制球、セーフ。ファウルになります。振っていきましたが三振。試合終了。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな1勝となりそうです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様もお年物お忘れ物の